Japan. Ladies and gentlemen, representing Japan, Naru Asada.カナダの観衆が拍手で浅田真央を迎えます。2年前のグランプリファイナルは15歳で優勝、今年3月には16歳で世界選手権銀メダル、そしていよいよ浅田真央17歳のシーズンが始まります。バイオリンと管弦楽のためのファンタジア、浅田真央、今までの自分になかったイメージへの挑戦と聞いています。どんな演技になるんでしょうか。あ、トリプルフリップ、トリプルループだったんですけれども、バランスを崩してしまいました。今朝の練習でもトリプルフリップ、トリプルループのコンビネーション、2回目のジャンプが抜けてしまっていました。ここ最近ショートプログラムでそういった失敗が見られるんですけれども、しかしその後のダブルアクセルは決めてきました。はい、その後はうまく全てのエレメンツに影響なく滑っていますね。さあ、3つのジャンプは終わりました。あとはスピンとステップとスパイラル、彼女が力を入れてきた部分の見せ所でもあります。そうですね、一番の成長した部分だと思うんですよね。去年は本当に綺麗なショートプログラムのイメージで、今年は強いイメージ、本当に彼女がイメージをした通りに成長してきていると思うので、そこがすごいと思います。欲しいと話していたのがこのステップです。少し今バランスを崩しました。体を上下に使う動きが本当に力強くなりましたね。場内から沸き起こりました。ちょっとほろ苦い今シーズンの浅田真央のグランプリシリーズ幕開けになりました。まあしかし、このカナダ大会の三強と言われたロシェット、中野ゆかり、浅田真央、この雰囲気の中で本当に思わぬミスと言いましょうか。そうですね、出るもんなんですね。はい、やはりショートプログラムの重要性っていうのを感じてからは、やはり浅田選手もショートプログラム緊張するようになってきたのかもしれませんね。それまではやはり試合に出るのが楽しいという一心で滑ってきたということがあったんだと思うんですけれども、はい、ここ最近見られるんですよね、こういったショートプログラムでのミスが。大切だと分かってるからこそのミスというものが出てしまうんですね。いや、もうこのショートプログラムに関しては自信があると、もうそれだけ力をやってきたと言い切ってただけに、本当にこのフィギュアっていうのは難しいんだなっていうのは荒川さん感じますね。そうですね、本当に難しいですね、ショートプログラムは自分との戦いです。で、いくらですねメンタルトレーニングをしてきたとしても、やっぱ僕はもうこの銀盤の前、目の前にいるんですがね、もうやっぱみんなが集中している、世界が集中している、注目されて、その緊張感っていうのはもう気持ちを変えちゃうんでしょうかね。Le gagnant d'aujourd'hui va gagner une chance avec Magazine.
特にあの今年の世界選手権が終わった後にはショートプログラムの重要性を痛感していると話していた浅田真央選手の今シーズン17歳として初めてのグランプリシリーズの演技、ショートプログラムには一体どんな演技が出てくる、どんな得点が出てくるのか。これまでのトップは 59.18 をマークしましたフィンランドのレピスト、その後にはエミリー・ヒューズが 58.72 で2位、まあ、いわゆる3強のロシェット、中野を他の選手たち10代の2人が上回っているというような状況になってます。そうですね、やはりあの順位に期待をせずに臨めた選手、はい、そして順位をにこだわった選手、ここで分かれたような気がしますね。ここまでの11人終わって波乱含みの展開の中で、一体この浅田真央はどんなポジションでショートプログラムを終えるのか。浅田真央の得点が発表になります。最初に技術点 30.80、 思ったほど得点は伸びてきません。演技構成点はどうでしょうか。 27.28、トータル 58.08 は、この段階、このショートプログラムを終わった段階でトップに立つことはできませんでした。12人最終演技者浅田真央、ショートプログラムの順位は3位ということになりました。まあこれも一つの試練、勉強といいましょうか。特に荒川さん、あの、はい、世界選手権でもショートプログラムの出遅れからものすごい得点をフリーでね叩き出しての銀メダルでしたから、これに期待したいですね。はい、はい、これは彼女の怖さですね、他の選手にとってみたら。まあ逆に浅田選手が3位というのは、もう1、2位の選手はもう今日は緊張して眠れないかもしれませんね。今日伸び伸びとできた選手が上位にレピスト、あるいはヒューズがつけましたけど、逆に今度はプレッシャーがかかってくる、はい、そうです。やはり去年のキム選手もそうだったんですけれども、はい、初めてショートプログラム首位に立って、そこから折り返す心境、やはりここを守りたいと思ってしまったら緊張というものは分かり知れませんからね。まあそういう中でこの浅田真央は明日攻めの演技で逆転優勝を狙います。真央さん、どう聞けばいいかちょっとなかなか分かんないです。どうですか今のこの結果は。そうですね、あのジャンプのミスもあったんですけど、今あの連盟の方も言ってたんですけど、スピンの回転数も足りなかったので、そこが一番大きいところかなと思います。いやでもこれは前言ってたのがショートが世界選手権悪かったですよね。でもそれから切り替える、どうすれば切り替えれるかって分かったことが大きかったって言ったんですよ。そういう意味ではどうですか。そうですね、あの今日失敗してしまったことを失敗してしまって、次のジャンプのことにも集中してたので、あんまりやっぱでもちょっとはあの引きずってしまった部分もあると思います。でもこれだけこう自信を持ってものすごいトレーニングをしてきたし、ショートにしっかり力を入れた中でどうして緊張しちゃったんですかね。そうですね、ちょっと自分でもまだ終わったばっかりなので分かんないです。でもこれはいい意味でこう明日にねフリーにつなげてくるって僕は信じてるんですが。そうですね、まだあの1位との差も2点ぐらいしかないので頑張っていきたいと思います。フリーに関しては皆さんに初めてお披露目するわけですよね。そうですね、あのうまくあの素晴らしい演技ができるようにしたいと思います。応援してます、ありがとうございました。大丈夫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 、うん、大丈夫。